ハーメルンの笛吹きより、ケイト・グリーナウェイことキャサリン・グリーナウェイは、イギリスのビクトリア朝時代に活躍した、ラファエルゼン派の画家である。自動書の挿絵で知られる。彼女が描く、子供たちは、男の子は、スモックフロックや、スケルトンスーツ、女の子は、ボンネットやモブキャップストローボンネットのついた、ハイウエストのピナフォア、ドレスなどを身につけていた。ケイトが描いたこれらの服は、 リバテ百貨店が実際の子供服のデザインとして採用し、クリーナウェイスタイルと呼ばれて一つのブームとなった。1858年から1871年にかけてフィンズベリー美術学校、サウス、ケンジントン美術学校、ヘザーリー美術学校、スレード美術学校でグラフィックデザインと美術の教育を受けた。彼女は急成長していた。 クリーティングカード市場のためにデザインをはじめ、クリスマスカードやバレンタインカードを制作した。1879年、版画家で印刷業者でもあるエドモンド・エヴァンスの企画により出版された窓の下では芝叩く間にベストセラーとなり、彼女の名声を確立した。エヴァンスとのコラボレーションは、その後10年以上にわたって続いた。絵本の黄金時代と呼ばれるビクトリア朝において、 ウォルター・クレイン、ランドルフ・コールデコットらと共に活動した。19世紀当時のイギリスでは、子供が小さな大人として扱われがちだったが、ケイトはその中にあって、子供を子供として描いた数少ない画家の一人である。その作品はイギリスだけでなく世界中で人気を博し、イギリス、ドイツ、アメリカ各国で多数の後追い作家が生まれた。1955年に、 彼女を記念して設立されたケイト・グリーナウェイメダルは、イギリスのチャータード・インスティチュート・オブ・ライブラリーアンドインフォメーション・プロフェッショナルズにより、毎年、児童書のイラストレーターに授与されている。ケイト・グリーナウェイは、ロンドン市ホクストンで、労働者階級の家庭に4人兄弟の2番目として、生まれた。母のエリザベスは裁縫し、父のジョンは、事務所から独立したばかりの版画家だった。 ケイトが幼い頃、ジョンは、チャールズ・ディケンズの、シンパン・ピック・ウィック・ペーパーズサシー・ハンガの依頼を受け、仕事に専念するため家族を、ノッティンガムシャー州の片い中、ロレストンに住む親戚の家に預けた。ロレストンでの日々はケイトにとって、美しく楽しい思い出であり、児童文学研究者のハンフリー・カーペンターは、彼女はロレストンこそ、 自分の本当の故郷であり、常に思い返す場所だと感じていたと述べている。ところが、ジョンの仕事先だった、出版社が倒産し、一家は収入の道を断たれてしまう。そこでエリザベスは子供たちを連れて、ロレストンから戻り、ジョンと合流。1850年、一家はイズリントンに引っ越し、この洒落た街でエリザベスは裕福な顧客を集め、裁縫師の腕を活かして、 収益性の高い子供服の店を開く。幸いこれが繁盛したことで、クリーナウェー家の財政は安定した。一家は店の上のアパートに住んでいたが、幼いケイトは自由に出歩き、よく裏の庭で花を眺めていた。この庭は彼女の子供時代の思い出の重要な一部であり、完璧な花の庭とはどのようなものかという彼女のビジョンの源であるという。また、 ケイトは後に未完となった自助伝の中で、イズリントンを豊かな色彩と深みのある陰影に満ちた場所だったと記している。この頃のケイトは、ジャップブックの熱心な読者で、眠れる森の美女、シンデレラ、美女と野獣のほか、差し絵付きのシェイクスピア作品もお気に入りだった。父ジョンは、自分の家族だけではなく、母と二人の妹も養わねばならなかった。彼は、 版画の仕事を続けていたが、それは大抵、イラストレーテッドロンドンニュースなど週刊誌のためのものであり、しばしば徹夜で作業を行っていた。父の仕事を見るのが好きだったケイトは、その作品を通じて、ジョン・リーチ、ジョン・ギルバート、ケニー・メドーズなどのイラストに触れていったが、その中には、殺人犯、ウィリアム・パーマーについての一連の差し絵といった陰惨なものも含まれていた。 彼女は後に子供たちは人が思うような本には少しも興味を示さず大人向けの本が好きなことが多いと思う。少なくとも私はそうだったと記している。16歳のケイト・ケイトはその子供時代生活上のストレスから逃れるために空想にふけることが多く多くの人から変わった子供と評されていた。しかしケイト自身は 子供の頃はとても幸せな時間を過ごした。不思議なことに全く同じ環境にいる兄や姉よりもずっと幸せだったと語っている。反面、その空想癖のために人付き合いを苦手としており、学校に通うのはほぼ不可能なほどだった。そこで母は彼女と姉妹に家で勉強させたが、ケイトはどの科目にも集中できず、姉妹が勉強している間、 ただ絵を描いているだけで満足していた。不幸にも幼少期の不規則な教育により、彼女は文字に対する理解が不十分であったため、後にイラストに合わせて詩を書くことが難しくなった。彼女が芸術への情熱を見出したのは1857年、12歳の時に年上のいとこに付き添う形でフィンズベリー美術学校に入学してからである。当初は、 女性専門の夜間コースで、デッサン、時期が、基調国、石版画を学んでいたが、ケイトの熱意を見た両親は、一年後、彼女を全日制に移籍させた。ヘンリー・コールによって考案されたカリキュラムは、装飾用の壁紙やタイル、カーペットなどをデザインする職人を養成するためのもので、幾何学的な要素や植物的な要素を、 創造性を持たずに忠実にコピーすることに重点が置かれていた。ケイトは1864年にここでのカリキュラムを終了し、サウスケンジントンの王立女子美術学校に進学する。ケイトはかなり内気な性格で、自分は他の学生に比べて地味で魅力がないと思っていたが、人気者のエリザベス・トンプソンと出会って意気投合する。二人はスタジオをシェアし、共に熱心に学んだ。 ケイトは石膏模型から始め、次に歴史的または装飾的な衣装を着たモデルを使って人物を描くことを許されたが、着衣のモデルでは筋肉や骨格について完全に習得することは難しかった。女性のクラスではヌードモデルが許可されないことに不満を抱いたケイトはヘザーリー美術学校の夜間クラスにも通い始め、ここでエドワード・バーン・ジョーンズ、ウォルター・クレイン、 エドワード・ポインターらと出会った。1871年、ケイトはポインターが校長を務めるスレード美術学校にも入学する。ポインターはヘンリー・コールの厳格なカリキュラムからの脱却を目指し、学生たちに表現力や創造性を高めるように指導した。しかし、ここでも女性と男性の授業が分離されていることに、ケイトは再び不満を覚えた。 このように熱心に学びながらも、一方でケイトは展覧会の準備をする時間を確保し、キャリアアップのために商業的な仕事も引き受けるようになる。1867年にインファントミュースメンツの表紙を描いたのが最初で、これを機に子供の本を専門に扱うようになった。彼女の評判は国立女子美術学校での受賞と初期の展覧会によって高められた。 1868年には、妖精の水彩画を出品し、ピープルズマガジンの出版社である W.J. ロフティがこれを購入している。その1年後には、フレデリック・ウォン c o が、トイブック版、ダイヤモンドと引き換えるのために6枚のイラストを、ケイトから購入した。1871年、ゴールインリスは、ダルニー夫人の童話を出版し、彼女はその写真絵を描いている。 この年、彼女は授業を受ける傍らで70ポンド以上の収入を得ていた。ケイトの作品は色彩があまりにも派手で、それは彼女自身も自覚していた。これはケイトが色ずり木版の色彩プロセスについて技術的な知識を持っていなかったことに原因があった。そこで彼女は頻繁にナショナルギャラリーを訪れ、お気に入りだったアルノルフィーニの肖像を描いた。 ヤンファンエークなどの巨匠に学んだ。また、大英博物館の写本室にも入り、装飾写本を研究している。1840年代に登場したグリーティングカードは、1860年代に入って爆発的な勢いで普及した。1871年、ケイトはベルファストのカードメーカー、マーカスワード &CEO に、フリーランスの画家として雇用される。この会社は、 ビクトリア時代のカード印刷会社の中でも特に質の高さで定評があった。同社は、ケイトの特別な才能は、コスチュームの造形と可憐な色彩感覚にあったと述べている。裁縫師の母を持つケイトは、服の生地やスタイルに精通しており、中世から18世紀までの衣装を描くことができた。彼女がデザインしたカードは、人気が高く、バレンタインの時期には、 数週間で2万5千枚も売れたという。1876年、子供向けの人気雑誌、リートル・フォークスに、ケイトの線画が採用され、やがて1877年には、アメリカの子供向け雑誌、セント・ニコラスにも使われるようになった。同年、ケイトの父は、かつての同僚であるエドモンド・エヴァンスに手紙を出し、ケイトの作品を見てもらおうと面会を申し込んだ。エヴァンスは、 フリート街でカラー印刷業を営み大成功を収めており、グリーナウェイ夫妻は彼と組めば、ケイトの成功が約束されると考えたのである。エヴァンスは、ケイトと父親をサリー州の自宅に招き、彼女のポートフォリオを見て、美学運動の流れを組む彼女のスタイルに大きな可能性を見出した。ケイトの絵に描かれている女性たちは、人気の高いグリーンギャラリーという色の ゆったりとしたドレスを着て、ウィリアム・モリス風のイグサの底の椅子に座り、ダント・ゲイブリエル・ロセッティが流行させた青と白の陶器のカップでお茶を飲み、日本の花木に囲まれたひまわりの作庭で踊っていた。エヴァンズは、ケイトの作品を印刷することは大きなチャンスだと考えていたが、添えられたケイトの詩が文法的に意味をなさないことを問題視し、ケイトに 詩人のフレデリック・ロッカー・ランソンを紹介した。ランソンは試作の手伝いにどまらず、ケイトをロンドン社交界に招待して有益な人脈を作らせ、裕福な市場に彼女のイラストを売り込んだ。1879年10月に発売された窓の下の成功は、ランソンの援助が適切であったことを示している。素朴で、牧歌的な子供の死を集めた。 窓の下は芝叩く間にベストセラーとなった。第一冊は2万部が発行されたが、全く供給が足りず、店頭では一冊六シリングだった価格が10シリングにまで釣り上がった。エヴァンスは窓の下をアメリカやヨーロッパで7万部まで増刷して、販売するとともに、ケイトに急いで2冊目の本を考えるように促した。1880年のクリスマス商戦に向けて、 企画された、この新刊、ケイト・グリー・イナウェイの子供のためのバースデーブックは、ケイトの名前を全面に押し出し、人気絵本作家のルーシー・セールワーカーによる詩が添えられていた。窓の下に続くバースデーブックの成功により、ケイトの生活は大きく変わった。ランソンは、ケイトの親友となり、共にディナーやパーティーへ招待され、ハイソサイティな音楽イベントや劇場での夜の、 模様などにも出席するようになる。こうした日々の中で、社交界を代表するホステスであるレディジューンと出会ったケイトは、彼女の紹介で、ドイツの皇太子ヒビクトリアと面会し、裕福なパトロンからは子供たちの肖像画を依頼され、ロイヤルアカデミーでの展示会に招待されるようにも、なっていった。しかし彼女は、そんな自分のことを、美しい鳥の中のカラスと表現するなど、 自分を取り巻く環境に違和感を覚えている。人気作家として注目を集める反面、ケイトは批判も多く浴びるようになり、1880年のパンチではランドルフ・コルデコットやウォルター・クレインと並んでパロディにされている。また1881年9月に出版した同様集は失敗に終わった。 しかし1883年に出版した、リトルアンアザーポエムズはヒットし、他の差し絵画家が、ケイトの描く、子供たち、クリーナウェイ・チルドレンの模者を求められるほどの反響を得る。女性作家は報酬などのタイルで不当な差別を受けがちだったが、ランソンはケイトが受け取る印刷会社や、出版社からの報酬が、男性作家と同等になるように配慮していた。 ケイトは1880年からオックスフォード大学の教授で美術評論家のジョン・ラスキンと手紙を交わしており、1883年に直接出会ってからも交際が続いていた。しかし真剣に結婚を考えていたケイトに対し、ラスキンにはその気が全くなかった。二人は1900年にラスキンが亡くなるまで文通を続けていた。リチャード・ノーマン賞が ケイトのために建てたフロッグナルぬ家1880年代には、ケイトをはじめ、クレーンやオーブリー・ビアズリーなどの画家が人気を博し、ブックプレートのデザイナーとしても活躍した。彼らの作品には、流れるような鶴や花模様など、複雑なアール・ヌーボーの要素が見られる。ケイトの最後の大作、マリーゴールド・ガーデンは1885年に出版されたが、 6,500部の販売にとどまった。その後は、ロバート・ブラウニングの、ハーメルンの笛吹き男、ケイト・グリーナ・ナウェイのゲームの本の差し絵を担当し、それぞれ、約1万部の売り上げを記録している。ケイトは1889年に、王立水彩画家協会の会員に選ばれた。1893年には、イリノイ州シカゴで開催された。 万国博覧会のシカゴ科学産業博物館やパレス・オブ・ハイニアーツに作品を出品している。彼女はリチャード・ノーマン賞に依頼してロンドンのフロッグナルにアーツクラフツスタイルの家を建築し、普段はそこで暮らしていたが夏はロレストンで過ごした。1890年に父が急死し、その数年後の1894年には母が急死したことはケイトにとって 大きなダメージとなった。彼女は大人になっても幼少期を抱えたままであり、精神的に自立できていない部分があった。両親の死後、ケイトは姉のファニーと事業を始めようとしたが実現せず、詩や自伝、劇などを書いてみたが成功しなかった。1890年代後半になると、ケイトは体調を崩し、乳がんと分かっても誰にも言わず、手遅れになるまで手術にも応じなかった。 1900年にジョン・ラスキンが亡くなると数年間手紙の返事がなかったにもかかわらず、ケイトは大きなショックを受けた。ケイトは乳がんの合併症ではなく、風邪やリウマチを患っていると主張しながら活動を続けていたが、1901年11月6日、フロイクナルの自宅において55歳の若さで亡くなり、ロンドンのハムステッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。